こんにちは。前回はなんかマパの謎の合体に巻き込まれてしまったんですが、竜が合体できずになんと逆に竜変化を使えるようになりました。すごいね。なんで AP 全部使うからボス戦になったらやってみようと思ってます。で、その辺歩いてる時に誰かわかんないんだけど、どの敵、この辺かな、の敵がコインを1個落としたので、一応合計2個になってます。1個預けちゃったんだけど、またどっかでマニーロを見かけたらちょっと使ってみようかなと思います。で、あとなんだろう、寄付だ。なんかレイさんがさ頑張ってたから、ちょっと寄付してやろうかなと思ってエヴァ教の教会に5回寄付したんかな、500ゼニーか、寄付を今したところです。今のところ特になんか寄付してどうのこうのっていうのは起きてなさそうな感じです。はい、まあちみちみちょっとやってみようかなと思います、そっちも。で、今またカペタン村の方に来ていて、大工探しですかね、やっていきましょう。まあ3人いたからその中から選ぶって感じなのかな。あ、で、そうそういえばだけど、竜の像で入れ替えができたんですよ、仲間の。そうなの、だからこの4人にしてます。はい、ステンごめんっていう。待って、まだ夜だったわ夜でも行けんのかな。大工この辺に入ってたよね、上の建物にいたよね。あ、いた。3人全員ではないんだよな。助けていただいてありがとうございます。何でも足にできることがあれば言ってくださいな。あ、家を作って別にない。なんだ？どうしたらいいんだろう作ってでいいのかな？3人ともやってくれる感じ？でも選んでみたいな感じだったよね。待って、ここが普通、なんだろう。洋風の家？なんだろう。この好きだけどな、結構可愛くて。それか、この木っぽいとこか。木っぽい家か。あっちのなんだろう。ちょっと、何？砂漠にありそうな。木も可愛いけど、レイさんとリュウさんには足を向けて寝られねえや。何でもおっしゃってください。あー、すぐ、今何どうしたんよ、これ。作ってって感じで、この3種類に建て替えるっていうか、そういう外見になるってことかな。迷うな。3種類無理なんかな。3種類途中で変えられるんだろうか。とりあえずこれって感じでいいかな。家を作ってにしてみるか。家作って、家を建ててほしい？なんでまた？ほう、そのばあさんの家を燃やしてしまったと。そうだけどさ、それ向こうが悪いだろ、あれは。はあ、そいつはすごいね。いやいや、お安い御用だ。マジ？あれ、行っちゃった？じゃあその村に行って、ばあさんに言われた通りに、家を作ればよろしいんですね。そんな簡単な話してる？任せといてくださいな。よし、ちょっくら行ってくるぜ。もう行くの？あれ行っちゃった。ごめん、急に仕事。ごめんよ、子供。急にパパ行っちゃったけど。何も悲しんでないわ。これで、あ、あそこ行けるようになった、しかも。今のがフラグなんだ。これまた頼めたりできんのかな？できないじゃん。
ば一人ってこと？ちょ、待て。やっぱそっか、でももう一人向かっちゃったもんな。あれでもうじゃあ決まりなんだ。そういうこと？ああ、でも全然出てこない。ああ、そういうことなのかもしんない。これさ、このセーブネタ残しとこうかな。3パターンあるってことだよね。多分。一番まあこれがいいかな。ちょっとさ、はしごのものめんどくさいし。これ。めんどくさいし、なんかちょっとこの、なんだろう。こっち系は別になんかそんなになんだよな、自分的に。見た目なら、この木か、こっち図の。まあいいから、先進んじゃっていいんかな？すぐできないもんね、どうせ。やっと船が帰ってきたよ。あ、でも先に進めるようになったから行きますかね。なんかもう、よくわかんないまま進めてますけど。話によれば、コウモリ翼の女がスイマー像まで乗っていったんだって？スイマー像。スイマー。あれこれ水イベントかな？魚人来るかな、これ。行こっか。ちょっと一回戻ってみたい気もするけど。ごめん、一回戻ろうかな。どうしよう。戻んならステン入れなきゃな。ちょっと一回さ、あれ、本拠地見てくるか。どうなってるか。見てくる。よし、戻ってきたー。あ、やってる、やってる。大工さんが立派な合体部屋を作ってくれるんじゃ。今度は失敗しても屋根が抜けたりせんじゃろうな。あれはでも特別だよな。おー、びっくりした。大変な大工さん。なになに今、ピンって何？ちょっと待って、何してんの？なになに、ちょっと待って。どういうこと、なんで飛び上がんの、あんなに。なんなんだよ。ちょっと作ってる感じよくわかんないんだけど。まあ、こんな、ちょっと待つしかないっぽいのかな、やっぱりね。そうだと思ったけど。まあ、すっきりしたとこで、さっきのカペタン村から今度船に乗れるっぽいので、また向こうに行きます。めっちゃうろうろしてる。さて、カペタン村に戻ってきました。またメンバーをこれにして、今度こそ進んでいこうと思います。船に乗ってっていうか、新しい大陸なのかな？に行けそうだよね。スイマー像だって。さ、魚人の像だ。磯の香りがしてきたんだ。ああ、楽しみ。ああ、楽しみ。ああ、楽しみすぎる。魚人。船。おー。もしかしてこの近距離移動？めっちゃ近かったー。めっちゃ近かったーっていう。特にないぞ。なんだよ。めっちゃ近いじゃねえかっていう。じゃあ、あれだ、ワールドマップさ、最近見てないから。これか？あ、もうこんな行ったんだ。おー。なんか光ってる。では、街とかダンジョンってことか。できないわ。で、看板。あ、クジラまんじゅうの求めは、このサロンの森を抜けて、クジラ岬へどうぞ。クジラまんじゅうもあるんだってよ。これ抜ける？あ、入れるんだ。驚々しいんだけど。
おどろおどろしいんだけど。でもクジラまんじゅうのためなら私頑張れるぞ。やばい、クジラまんじゅうとか魚人出てきそうな感じとか。スイマージョ、何、カエルがいる。カエル、カエル、カエルがいるんだけど。カエル、大量のカエルが、なんだこれ。ゲドゲド、なになに、なになになに、なんか餌にすんのかな。みんなゲロゲロだわ。なになに、え、もしもし、なんだなんだ、もしもし、なんなん、違いますね、こっちですね。驚いたですね。驚いたけど、なになに、カエル飛び込んででっかくなったよね今。なんなんなん、怪しいものではありませんね。あ、あ、ドラゴンズティアだっけ、あれが出てるってことは、あ、カエルがなんかいた気がすんな、仲間。私タペタ言いますね。タペタ、魔女さんに呪いをかけられて無様な姿にされたのでした。無様っていうか、なんかでかいな、あんた。皆さんもしよろしければ西にある魔女の塔に行って私の呪いを解くよう魔女にお願いしてくれといいですね。シルブプレイ。返事なし、私たち返事なし。よし、もしよろしければって、魔女の塔、シルブプレね。ゲロゲロ、何これ本当に。あ、出た、西にある塔、あれってこと、どういけばいいんだ。お、なんだなんだ、裸足ナマズ。裸足ナマズ、何使おう、氷、雷がいいかな。いさき、倒せる倒せる、おお、いいね、経験値いいじゃんいいじゃん。ね、あそこ取れなさそうか。ここもあれだ、水中から行けそうなポイントだ。で、あ、あれがスイマー像か、そうっぽい。ちょっと待って待って、見たい見たい、なに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 、だ、ダンさん、ダンさん、ボムシード、ダンさん、なんだこれ、被害かな。必殺スイートブですか、寝ちゃうんだよなこれ、ね、下のイボイボ気持ち悪いな。よし、あれ何、こっちがボムシードか、あ、これ爆発しそう。だね。うわー、めっちゃ食らった、めっちゃ食らったんだけど、ええー、
悔しい。何事？中途半端なダメージはダメってことか。あ、どうなってんだこれ。下どんどん行っちゃうか。西にとりあえず行くか。ハエだよ。何、あ、ベルゼブブ。さっき言ったの何だっけ。ヘルゼ、違うな、ベル、ヘルゼ、何だっけ。シルブプレだ。シルブプレ。一発いける？あ、いけるいける。おっすおっすおっす。魔法使うまでもなかったかも。よし。ハエ。早くまたらしいハエが出てきてしまった。行くの超楽しみ。一本木気になるけど。ある、あそこなんだろう、入ってみる、あそこ滝なんだ。うーん、なんかスイートブレスでボロボロなんだけど。なんなん、マジで眠らされてさ叩かれたわ。ここちょっとちょっと入ってみようかな。何顔面嫌だ。めっちゃ顔面だ、これ。なんだ、顔面には何が効く？真空かな。なんだろう。必殺。42か。ほら、丈夫だな、顔面。うん、まだか。防御してる、めっちゃ。敵が濃いなーっていう。先行けそうだわ。どうなってんだ？マップが。え？あ、なんかセーブできる。すいません。焚き火か。家ないじゃんっていう。やっぱり野宿はいいね。君たちも野宿しようよ。え、はい。あ、休めるんだ。ありがとう、ありがとう。野宿大丈夫です。ありがとう。あ、で、セーブもできる。はい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 。とりあえず大丈夫かな。本当に？セーブするか。魔女の塔って言ってたから。よし。ちょっと進んでみよう、もうちょっと。家っていうか、キャンプね。なんかでもここになんかつけそうだけどね、船。あ、また入っちゃった。よし。上だっけ。よし、行くだ。滝がいい感じだ。あ、行けそう行けそう。とうとうと左側にも行けそう。どこまで続くんだろう。あそこにあって、あ、なんか端っこ、あ、そっか、あっちのキャンプ、あー、ああいう感じか。とりあえずじゃあ塔行っちゃっていいかな。拡大したい。もう終わってからゆっくり探索してもいいから、とりあえず行こう。いやー、一発がでかいよねー。回復魚いっぱいあってよかった。よしよしよし。魚使いながら、じゃあ魔女がいるんだよね、ここに。なんか、行くことになっちゃったけど、てか行くって言ってないし。何？まあまあね。でもいきなり私の門を開こうなんて、せっかちな坊よね。え？ファハン。なんだ？
魔女か。痛恨。そうでもないか。外に出てきたなんかボムシードだっけ、あいつのが強い。おし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 。何？そう、その調子で何度も戦ってくれないとダメよ。どういうこと？どういうことなんだろう。気力にしよう。おー、よし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 。便利、あんな回復全能16だったよ。すごい。いっぱい使えるね、魔法。まだ？あ、いたいたいた。いいわ、来て。なになになに？あ、宝。いや、もう、あからさまの宝。ちょっと待って待って、周り見るか。なんかいる。なんだこれ。先にあれを、あ、やった方がいいかな。上に行きますな、あれ。上へ参ります。なんか周り赤化してる感じに。見えるんだけど、これも上回りも、あ、こっちも上に行ける。結構長いんかな、塔だから。途中までかもしんない今日。宝怪しいよな。これ何なんだ。まるで生きているような見事な石像だ。もう絶対石像にされたんだろう、これ。これは悪いことは言いません。ここから出た方がいいですよ。喋る。あなたは一体誰？あ、何もない。何何？なんで焦ってんの？出口は閉ざされてしまいました。ここから出るのは難しいでしょう。まずは心がねじ曲がっています。捕まるとひどいことに。あ！石化になっちゃった。裏口を聞く子は好きではないわ。ごめん、なんか喋らせてごめん。いやー、ごめん、なんか、石になってしもた。やっぱ小花だったか。ちょっと行ってみる。行くしかないっぽいもんね。魔女かー。こういうのは隠し通路とかないな。上行ってみよう。宝だ。また宝。怪しい。怪しい。なんだなんだ。マジシャンマミーだって。ありそうでなかったーっていう。ありそうでなかったマジシャンマミー。アンデッド系なのかな。なんだろう。魔法はね、どっち？あ、倒せた。これは？あ、万能薬、普通の宝箱か。あれ、いけないの？あ、いけない。敵の魔法が痛いです。ギリギリなんかね、倒せないんだよ、リンプ。早いじゃん。HP100 いってる。ギリギリ倒せないんだよ。素早いのがリンプだけだからな。ランドの着付けってさ、着付け役の着付けだよね。なんか生き返らせられるってこと？ランドなんか見た目に反して意外と回復系なんかな。ニーナ全然回復使えないし、相変わらず。だとしたら、回復系だとしたら、めっちゃいいなぁ。あ、なんかいる。何？オークだ。焼き豚にしてやるぜ。ほら。あ、反撃がある。うわ、いったー。
き豚にしてやるぜ。なんだろうな、もうちょっとレベル上がってくればいいんだけどな。さてさて、何？あ、何ですか？まるで生きているような見事な石像。こんな石像ばっかり。ここは一体何なんだ？宝がいっぱいあるやん。え、いっぱいある。なんかさ、でもさ、落とし穴みたいなの見えんだけど。見覚えあるぞ。なんだあれ、一回まで落とされるとかあんのかな？超嫌なんだが。あ、一発で倒せる。微妙に倒せる時もある。あれさ、落とされるよ。やだな、あの宝箱ゾーン。でもまあ見えてるから。いきなり焼くことは多分あるよな。いきなり床が抜けることは。なんだこれ、なんだこれ、ど、あの、はす、なんだろう、鎖のとこいつまずいのかな。棒を伝っていけばいいのか。ってことは左から上がっていって、あ、でもどっちにしろ鎖に行っちゃうんだけど。どっちにしろ行っちゃうんだけどな。左から行ってみるか。おうおう、ハエがさ、ポイズンなんとかとか、なんか呪いとかやってくるんですけど、毒はヤクリでな、押せるけど、呪いが、呪いってなんだ。毒の治療。あー、2個しかないけど、これ取った方がいいよな、多分。呪いってなんだっけか。ちょっと待ってみよう。あ、全部自動だ。絶対でもさ、ん？あ、でもいい、いい。階段もあるけど。何ここ、何ここ。あれ、宝にはさ、いけない。あれ、上行ってしまうな。宝、上行ってみるか。どうなってんの。あ、宝宝。ここ何階？薬草か、薬草。ここから出たい？いや別に、まだ。そう、頑張る子は好きよ、ふふ。あ、魔女じゃんこれ。確か横から行けそう。上見てみよっか。あの、大量の宝箱のとこどうやって行けばいいんだろう。気になってしょうがない。気になってしょうがないんだけど、イワシから使おう。ランドがやばい。チーム上から、上に登れそうだったよね。あー、こっちも先行けそうだ。ちなみに、やべ、竜信じた。やばいやばい。何度の着付けって使える、あ、使えるんだ。ちょっとじゃあみんな防御的なことをして誘ってる。めっちゃ反撃しちゃった。竜ごめん、竜ごめん。特能ではないんだもんな。こうなると火付け薬でも手に入ったから、早速使わせていただき、もったいね。おー、びっくりした。なんだあの宝。
都市の見える。もう一個のさ、あっちの階段の方行ってみたいな。よし、あいつ戻れるんだ。あっち側ってどうやったらいいんだ。こう行ってこう行ってこうだから、こうか。あ、向こう横も行けそう、こっちも行けそうなんだ。わー、下行ってみよう。あ、おい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 、100ゼニー、100ゼニー、1ゼニー。え、あ、なんか穴開いたんだけど。え、あれは落とすやな。すごい見やすい落とすやな。あ、千ゼニーだ。一個開いていくんだが。ってことは姉を取るには100ゼニー。めっちゃお金手に入るよ。1ゼニーで、マジシャン並み一発で倒せるようになりたいな。100ゼニー、めっちゃお金手に入るじゃん。なんなん1ゼニー。あれ、1個取れなくなっちゃった。1個取れなくなっちゃったよ。何入ってんだろう、あれ。取れなくなっちゃった。悲しい。いや、で、多分さ、下の四角いやつ落ちるもんね。いや、丸も落ちそうだけど。気になるけど、しょうがないよな。あっちからも、こっちからも、あっちからも、取れないもんな。これ入り直したらさ、穴が、あ、穴が開かなくなってる。よしよしよし。耳、何、開けるとなんか開くんかな、穴が。お金かでも。よしよしよし。そしたらじゃあ、あっち側に進みたいから、左だと、こう行ってこう行ってこう行って、あ、一番右に行けばいいか。一番右に。よし。また同じような感じだ。石像があって上に行ける。よし、石像でも魔女が喋らせて話しかけてくることもあるんか。上行ってみよう。お、あれ、これ、あの、なんかチャラい女に似てない？この像だけ女の子だ。なんかあんのかな。なんだ、なんだろう。こっちから進めないんだ。なんかあるんだろうな。そしたら、じゃあ進めるのが、あっちの、右の方に行く道だったから、また戻ってって、音が気持ち悪いね。一番左だったっけ？じゃあ左から、それで今日やめとくか。どんぐらい長いかわからんから。降りて、で、上登って、こっち側から行くんだよね。よし。で、じゃあ、で、あの、像に話しかけると外に一応出れるみたいな感じか。いけそう。なんかまた罠ありそう。めっちゃ罠ありそう。じゃあ罠ありそうなところで、今日は終わりにしましょう。次回、魔女の塔上に登っていこうと思います。あれはまた入り口にあったやつと同じかな。踏むと戦うんだろうか。なんだろう。はい。では、ここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。